よし、おはよう、8月22日、今日はね、ちょっといろいろあるわ。いろいろあるし、どれからやればいいかわかんないわ。うん、昨日変なおじさんが民宿に来て、あとは、なんだっけ、なぞなぞじまいも来て、ただなぞなぞの答えがわからずじまいで、あとは剣棒逃がしちゃったりね。なんかいろいろ今日重なってる気がするわ。ちょっと慌ただしくなりそうだけど、朝ごはんはパン。じゃ、いただきます。いただきます。4種類くらいだよね、朝ごはんは。やっぱりごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかあるかな。なんもないか。そうそう、もう一つあったわ。裏口の地震で開いたところ、あそこにもなんか入ろうとしてたよね、兄弟が。そしてなぜかここにヨシカさんがいる。どうして？あれ、お姉ちゃんなんでここにいるの？ね、なんでいるの？え、いや、ここにいたら港の中を全部見張れるから好都合なんだ。見張れる。やっぱあのおじちゃんを監視してるんだな。そろそろ出てきてるかな。え、今日ちょっとそんな事件が起こる気がするの。ちょっとやめてよ。え、どうしようどうしよう。そう、まず本と何を探せって言われたんだっけ。あ、そうだ、そう、姉妹に聞こう直接。いやね、的が外れるというか予想が外れてさ、探し物が見つかんないんだよね、あの姉妹に指定された。困りて。ちょっともう一回聞くか。ヒントもらえるかもしんないしね。答え教えてくれ。直接ヒントが欲しいのかな。欲しい。多分アカネハウスか、ひかりちゃんの家か、もしくは診療所にあるんじゃないかな。あ、3カ所指定してきたね。そんなこと絶対にないよ。え、なんで？でもちょっとわかったかも。女の勘よ。お、そういえば人形は、人形的なのが確かひかりちゃんの家にあって、診療所に本棚があった気がするんだよね。うん、かなり有力な情報だけど、どっから行くかちょっとまた迷うんだけど、じゃあまずは、この宝物をやる前に民宿の人に話しかけたいね。一応時間だけ確認しよう。時間設定も確認しとこう、念のためね。もしかしたら、あ、のんびりになってるね。オッケーオッケー。よし、じゃあまずは民宿の人。あ、船の音がするね。まあ、今はそっち行ってる場合ではない気もする。こっち通って、まずは2階にいる人ね。2階にいる人たちに話しかけよう。なんかね、昨日の占いでは昼間のお昼場じゃない、お風呂場あたりになんかいいことがあるよみたいのがあったんだけど、なかなか遭遇しなかったんだよね。今日いるかな、お母さん。また公園にいそうだよね。なんか立ち位置が変わったような、うん、やっぱそうっぽいね。居場所が違うわ。サイモンの話は聞くか、ついでに。ついでのサイモン、ついでに。あ、いねえじゃん。ついでに来てやったのに、ついでとか言ったから会えなかったな。で、ヨシカさんは部屋にいないと。で、あのおじちゃん、おじさんもおそらくいる。ヨシカさんの予想は外れたね。気持ちよさそうに寝ている。これ以上は何もないな。帰ろう。長いしちゃいけない。お風呂場付近も一応行ってみるか。こっち方面にはどっちにしろ行った方がいいや。お風呂場、お風呂場。あ、でも何もないね。何もないね。一応来てみたもののって感じか。いや、忙しい忙しい。あのなぞなぞ姉妹のさ、やつってさ、な、何？その、夕方までに決着をつけないと、おそらく、無効化されちゃうんだよね。だから、いち早く行くべきだと思うんだよね、その、ひかりちゃんの家とか診療所に。おそらく、早めにやっといた方が、あ、お母さんあそこにいるね。話聞くか？聞く余裕あるよな、多分。そこまで、ただ今日一日ちょっとね、ボリューミーになりそうだから、あんま無駄な移動はできないかもしれない。
そういえばおばちゃん、僕ここの防波堤の外で、うん、絨毯みたいに大きくて平べったい魚にあったよ。え、なんだろう、そんなのここの海にいたっけな。いたんですよ。すごくでっかいんだ。ここの家くらいあったよ。そんなになかったと思うけどな。ただ俺も子供の頃人に物話すときは関心を持ってもらうためになんかちょっとオーバーに言ってた気がするわ。僕くん、海の中でカレイかヒラメでも見てびっくりしちゃったのかな。大げさに言ったらなんかあんま信じてもらえなくなっちゃったね。あ、ひかりちゃんの話先に聞く？それの方がなんかいいかもね。解決につながりそうな。うわ、ニューだ。来たー、来てよかった。ルリタテハ、ルリ色だからルリタテハ。よし、聞かせてくれ。なんだか嫌な予感がするのよね。嫌な予感。胸が不安でドキドキするの。嫌な予感？うん。今朝のご飯食べ過ぎちゃったのかな。それ胸焼けって言うんだよ。胸焼けをよく知ってるな。でもひかりちゃんは占いする能力があるから、やっぱそういう第六感的なのもあるのではないかと。ねえ、今日よし、占いを聞こう。ささっと聞こう。はい。赤丸2つ。1つ目、裏山のほら穴。これはもう行こうとしてたね。オッケーオッケー。一体何が起きるんだろう。不安で嫌な予感がするって言ってたけど、どっちだろうね。あのおじさんの方か洞窟の方なのかっていう。ちょっと洞窟の方だと困るよね。そして4番、よお兄ちゃんの家が赤丸だと。あ、そっか、それもあったわ。そうだそうだそうだ、やすこちゃんが家庭教師でようくんの家に行ってんだよね。ちょっと今日はすげえな。民宿2階の3号室。これはもう行ったよね。ちょっと怖い男のお客さんがいるみたい。何のために踏みに来たんだろう。昼のうちは寝てたから夜かな。それとも今日じゃない。さすがに重なりすぎだよね。ホラーラといい、そのあのおじさんといい。夜の公園。お姉ちゃん、お姉ちゃんタッチがいる。タッチ。夜の公園、ちょっと忘れそうだな。これはちょっと忘れそう。じゃあ今日いろいろありすぎる気がするわ。まあいいや、とりあえずあの姉妹のやつを解決してさっさとあの答え合わせをしないと本当に帰っちゃうから。ここには本があるね。教科書か、ランドセル。あれ違うかな。あ、調べた。絵本、赤ずきんの絵本を借りますか。あ、狼の本ってそういうことね。赤ずきんの本のことか。勝手に借りる。オッケーオッケー。お、日記は書けるね。今日1枚目かな。よし、美味しそう。狼に人が食べられちゃう本を見つけたよ。きっとこれで正解だよね。狼は僕が食べちゃおう。狼って人食うんだな。あれ、拳法戻ってきてる。いつの間に。何だったんだろうね、昨日の。あ、今日もだ。なんで？まさか犬語が分かんのか。この先どこに行ってんのか分かんないんだよね。もしかしたらこの剣棒を逃がすというこの行為が何かの役に立つのかもしれない。さあ、いや、そう、ここにさ、あれでも違うか。もう一個何のことだっけ。まあいいや、とりあえずついでに来たから。いない。え、今日日曜日。マジか、やっちゃった。あ、でも本棚ここにもある。人形もあるしね。子供向けの本がある。狼に人が食べられちゃう本はなさそうだ。なさそうって出ちゃったな。じゃあここは外れなのか、完全に。なんとなくここ落書きできそう。あ、できるわ。僕はちょっとだけ落書きしてみた。俺も分かってきたわ、落書きできる場所が。あ、カブトムシの落書きだ。
ここで取れるよみたいな、うん、よし、とりあえず渡しに行こう。アカネハウス大きいからさ、この中から見つけ出すの厳しいっちゃ厳しいんだよね。よし。ああ、オオカミに人が食べられちゃう本だね。赤ずきんの絵本、よく思いついたもんだ。じゃあご褒美の宝物をあげちゃうよ。 お宝物もらえるね。おはじき、よし、これで5対3。もう勝てないね。でも絶対、でも借りてきたものはちゃんと返してきてね。そう、あなたが持ってきたんだから、過去はちっとも関係ないからね。過去のものだけ先に持ってくるなんて、一体どういうつもりなの。一生懸命探してね。私のは振るとくしゃみが出る魔法の粉だよ。あ、それか。そうだ、人形じゃねえわ、魔法の粉だ、魔法の粉。え、じゃあもうそれはもうここだよね。うん、ちょっとヨシカさんで見えないけど、見えない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 、頭の裏でちょっと事故る。よしよし、めちゃくちゃ簡単じゃん、冷静に考えたら。あれ、どうやらここに振るとくしゃみが出る魔法の粉はなさそうだ。うそー。え、じゃあ胡椒もあっちか、ひかりちゃんの家か。いや、民宿の2階があるな、まだ。でも民宿の2階に行くくらいなら先にようくんの家に行った方が絶対いい気がする。そっかそっか、じゃあ診療所はもう間違いなく違いね。キッチンがある民宿2階もしくはひかりちゃん家の台所だったんだね。ただ2つのものが1箇所にまとまってるとも思えないから、おそらくアカネハウスだね。よし、まあ、目処は立ったから、オッケーオッケー。中吉、中吉で止めとこう。やめとこうやめとこう、これ以上は危険だ。よしよし、まだまだ時間には余裕があるな。だからヨウくんの家に行こう。ここは行っておきたいね。家庭教師だからね。1対1。よしよしよし、家庭教師してる。今日からお姉ちゃん毎日ここに来ることになったんだ。毎日。え、それってどういうことなの。安子ちゃんの押しかけ家庭教師。押しかけ、あら、その言い方なんだか迷惑そうね。うん、だってさ、そういえば、いい学校行ってんだよね。大きな偏りが見られる中3の男の子がいまして、それを見かねたこのお姉さんが広く浅く、いわゆる受験勉強を教えてあげようと思ってね。まあしょうがないか。ちょっとは感謝してよね。前までなんか応援してあげる気持ちがあったけど、だんだん黒い感情に変わりつつある。僕、確かに僕来年高校受験なんだけど、まだ何にも準備してないんだよね。やばいね。なるほど、これで終わりかな、会話は。確かに。ああ、そうだね。まあ1年くらい前からね、準備し始めるからね。毎日来るってことは俺も毎日来た方がいいね。来れるか分からんけど、オオカミジジイのとこにも行きたいんだもん。北手派、オッケー、北手派ね。さてさて、いやー、オオカミジジイのとこ行く時間あるかな。さてさて、どうするか。時間を確認しよう。それ次第では先秘密基地行き、3時。ホラー穴も行かなくちゃいけない。ホラー穴今日行かなかったらやばいかもしんないし、オオカミジジイはちょっと俺の優先順位の中ではちょっと外された。先秘密基地行きたい、まず、うん、そしてホラー穴に行こう。で、時間があったらオオカミジジイのとこ行きたい。今日忙しいな。よし、集え。今日は右側から来たね。まあ、要するにあそこにいるんだな。
入ろうとしてたところだろうな。僕一番ね。よし、勝負だ。他の虫も結構育ってきたからね。あ、僕ちゃん、来た。そろそろ俺様のボス中のボスが来るぜ。 お兄ちゃん、あれを使うの？あれを使うの？そういうこと。どういうことだよ。どれどれ、どういうの？何系？ちょっと見てみるか。まず俺が相手ね。あ、これは違うね。うわあ、何が来る？カブトムシか？うーわ、グレートウォーキング出撃だぜ。気持ち悪いわこれ。いや、気持ち悪い、気持ち悪い。頭の方でかくね。まあ、全体的にでかいし、なんか足の太さね。なんだこれ、倒せっかなあいつ。いや、でもなんか俺ちょっとよいける気がしちゃったのは、うっちゃりでさ、一瞬で決まりそうな気がするんだよね。俺はここで、あの、歴代の、俺が自分で捕まえたやつで勝ちたい、こいつには。え、こいつ強そう。苦戦。苦戦って出てるけど、相性は、そこそこ。悪くも良くもないって出てるから、もう 100% 押し出されるけど、土俵際で避けるから、それを見たい。行け！よし、行け！頼むぞ。あれでも結構、あ、でも押されてるね。よし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 。うっちゃり、あー、ガブリオリか。やった、うっちゃりする余裕がないか。お前、ガブリオラ。走って。いや、今日、うーわ、やった、勝ちね。ブレンマスター、うわ、またうっちゃりも決まらんな。あすぎです。うっちゃりー。オカマキリのビッグでちょっと勝ち進んでみるか。コカマキリは技決まってなんぼだろうな。多分投げ技は持ってないよね、コカマキリって。ただひたすら殴ってくれるのが結構ありがたい。おお、いいね、強いぞ。張り手。いやー、防御力のな、え、卑怯者、卑怯者なんだけど。いけ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 、よし。強え。あとちょっと、じわじわ頑張るな。押し出し。僕の勝ち。いや、今のはちょっと信じらんないわ。ちょっと今日はまあどの虫でも勝てる気配がなかったから、ちょっと明日弱いランクと強いランクでちょっと鍛えてスタミナ増やしてから、あのグレートウォーキングに挑もうかな。それがいいよね。あれ、なんかお肉はうっちゃり作戦も無理そうだよね、あの空気感。よし、でもとりあえず補充しとこう。コクワとお肉は持っといて損はないだろう。あ、よしよし。あれ、ここでも赤足取れるんだな。取れたっけ。生態系がちょっと変わったのかな。前取れなかったよね、こんなとこでは。よし、いいよいいよ。お肉はって診療所の裏だっけ。ここじゃないよね、確か。まあ一応やれるだけやっとこう。さすがに切れたか。木に当たる僕くん、虫相撲に負け、やけそうになって。砂糖水塗ろう。 OK、 じゃあホラー穴行くか。どうなった。あ、でも誰もいないぞ。あいつらがここに入ったのかな。行こう。あ、いるいる。崖になってるじゃん。結構やばくない。ちっ、この穴結構深そうだな。怖いよ。でも男は度胸、やってやれないことはないぜ。降りるの、マジで。男は度胸だぜ。お兄ちゃん、もう何回それ言ってんの。ずっとここで言ってんだ。日記は書けるね。洞窟のことかな。おお、洞窟。洞窟に入ってみたよ。中は暗くてジメジメだ。暗い湿った洞窟の中、お化けがいるよ、絶対いるよ。お化け的な怖さではないけどね。降りれんの。
縦穴がある。そこは暗くてよく見えない。これは危ねえな。あの映画であるさ、あの発煙筒を落とすやつで下が石油でみたいな爆発しちゃうオチ。そっか、でもこれ以上進めないね。これはやっぱあの兄弟がいる間はダメなのかな。 OK、 じゃあ今日は一通りのことはやれたかな。そしてあとは夜の公園、夜の公園に行きたいかなって感じ。あと狼じじいに会いに行きたいけど時間的にはどうだろう。新しい虫も欲しいけど、5時前。なるほど、まあ一か八かというかギリギリ行けるんじゃないかなっていう距離感でね、行ってみよう。いやー虫相撲そう簡単にはいかないよねやっぱり。まあただ俺的にもその登場した日に倒されるような何ラスボスみたいのはちょっとやりごたえがないから、あれぐらいじゃないとねあれぐらい強くなくちゃ意味がない。相手として不足なし。ただね強い虫と交換したいのは確かだから。おお、カラスアゲハのキング、いいねいいね。ここに来て虫がもっと欲しいのと交換したいもあるし、ちょっといろんなね希望というか願いがカラスアゲハどう最近。ねえおじちゃん、毎日炭を焼いているの？そう、そうとは言っても焼くのに5日、冷ますのに5日かかるから毎日同じことをやってるわけじゃねえぞ。へえ、そうなんだ。儲かる？心臓が。どうしたの？おめえ聞いていいことと悪いことがあるぞ。炭ってね、炭は重さで値段が決まるんだよ。へえ。おじちゃんが作る炭は軽い松炭だから商売にはなんないのさ。そうなんだ。ダメじゃん。でもおじちゃんの作る炭火力はすごいんだぜ。へえ。どんなものでも一つくらい取り柄があるものなんだねなるほどね。おじちゃんのことじゃなくて炭のことだよね。ちょっとびっくりした、今すげえ暴言を吐くなと思ってあれ来た、カブト、カブトのメス。メスか、やっぱここカブトメインだな。でもビッグだ、ビッグ。よっしゃよっしゃ、オッケーオッケー。カブトムシばっか取れるねありがたみがなくなる。あでもビッグだ、52ミリ。今までは47ミリくらいだったから5ミリくらいの大きさ。どうせならキングサイズ欲しいけどね。あれ、これも大きさは普通かな、ビッグくらい。あキング来た、53。え1ミリ違いでキングになるんだ。キング判定になる一歩目くらいのラインかな。60ミリくらい欲しいよね。あのグレートオーキングって何ミリだっけ、70ミリくらいあった、やつに対抗するには。あーでもやっぱここで取れるのは一度に3匹くらいが限界か。砂糖水塗ろうっと。ここまでさ、あの民宿のおっちゃんは来るのかな。これさ、もう一回戻ったらいるかなまんまと砂糖水に釣られてないかな。さすがにそれはないか、そんな甘くないというか、そんな甘くないね。ちょっと砂糖水二度漬けしとこう、怖いから。蹴った時にさ、砂糖水が取れちゃうみたいなことがあるかもしれないから。カラスアギハ、ここおっちゃん来るかな。このところに入ってくるとは思えないんだよね。ビッグ、ここでかいね、やっぱ山ん中だから。なんもない。ここでも一応取れるのかな。なんかやった、あ来た、取れた取れた。前も取ったっけ、ザリガニゲット。新種いないかな。新種ではないか。でも一応取ってみよう。レアかもしんない。レアではないか。天狗鳥。ちょっと虫ももっといっぱい捕まえたいな。ここって結構いい蝶じゃなかったっけ。
クジャク蝶、これ結構価値がある蝶だった気がする。よしよし、さあ時間的にはどれぐらいになっちゃっただろう。5時半、5時半か。じゃあもうこれは帰ってる途中に絶対に捕まってしまうので、刺されよう。そろそろ蜂もね体勢ついてくるんじゃないかな、うん、あららららら、人間をなんか無視し始めるんじゃないかな。こら、蜂の巣には気をつけなくちゃダメよ。ごめんなさい。割と結構本気の怒り方でやっぱへこむわ。演奏音が聞こえるけど、これは向かってる最中に晩ご飯になっちゃうのではないかという。意外と遠いんだよね。階段降りてこっち行って、晩ご飯クイズどころじゃないのは確かだ。よし、ここまで来れた、ラッキー。ギターって弾いてると指が痛くならない？うん、最初の頃はね。でも愛情を持って接すればいつの間にか痛くなくなるもんなのよ。皮が熱くなるんだっけ。とにかく何事にも愛情が大事なの。へえ。へえって言っちゃったけど、まあそうだろうな。そしてこの姉妹、うわ飯だぜ。まさかの共演した。あの姉妹と共演。お母ちゃん、あ、お母ちゃん、お兄ちゃんが穴に落ちちゃった。やっちゃったよ。どういうこと。探検するって言ってたけど、それ本当か。落ちて上がれなくなっちゃったんだってば。父ちゃん、やばいやばい、急げ急げ。あ、上がってきた、すげえ。よいしょ、はあ、重労働だったぜ。怪我してる、こいつ。足を捻挫してやがる。捻挫、バカタレ。ごめん、母ちゃんをこんなに心配させて。どんなに痛い思いをして産んだか、どんなにあんたたちのことを大事に思ってるのか分かんないの。お母ちゃん、鼻水出てるよ。危なかったな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なあたけし、しげる、お前たちが生まれてきた時によ、父ちゃんあんまり可愛いんで神様のとこ行ってお願いしてきたんだぜ。バカでもいいから、とにかく健康に育ちますように、そして正直な人間になりますようにって。確か賽銭箱に100円も入れちゃったよ。100円。そうだ、まあ母ちゃんだって気持ちは同じだ。うん、分かったよ。もうあんまり危ないことしないよ。ごめんなさい。僕ちゃん、湿った話になって悪かったな。そんなことはないよ。そういえば、おじちゃん、僕ちゃんが生まれた時も偶然近くにいたんだぜ。え？どういうこと？まあ、いずれ話してやるよ。今日はもう海風が寒くなってきちまった。海風が寒くなってきちまったっつって会話を切るのかっこいいね。いやでもよかったね。どれくらいの高さだったんだろうね。運が良かったとしか言えないな。あ、ここにいる、つみれちゃん。あ、そういえば小説がのんびりちょっぴり進んだよ。今回は冒険活劇なんだけど、かなりうまく書けてるよ。なるほど、進んだか。今日のことかな。私、大きなお月様を見ると凶暴になるんだ。
な、何それ。だからあんたは本当は何者。多分僕くんも19になった特別な夜に神保町のホテルで缶詰になって仕事してたら私が言ってることがわかると思うんだ。貴様じゃないんだから。面白い。缶詰になった人が様じゃないんだからっていうのは面白いと思います。しかし僕くんにはちょっとよくわかんない話。いやーよかったよかった。あの洞窟はでもどうなんだろうね。あんなことがあった後に探検しに行きたいとは思えないんだけど。うん、あんなねこっぴどく怒られて、いろいろね確かめ合ったところで、そうだ、公園に吉川さんというか安子ちゃんか、安子ちゃんと陽くんがいるのかな。今日曲違うよね。ひかりちゃんもいるんだ。問答無用でいるんだね。わあ、それにしてもすっごい星の数ね。天体マニアの娘が何を今さら言っているんだか。何ともびっくりできるんだから羨ましいでしょ。そうだね。じゃあマニアの娘として聞きますけど、あれ一等星のアンタレスってどこだっけ。ほらサソリ座の胸のところに大きく輝いてる赤い星だよ。コルスコルビ、確かサソリの心臓とも呼ばれてるんだ。アンタレスは赤く輝く巨星なんだ。だからいかにも毒を持ったサソリの心臓って感じなんだけど。コルスコルピン、スコルピオンみたいな。サソリの血って本当は青いんだよね。へえ。青なんだ。ガミラス星人みたい。僕くん勝手に挟まって聞いて笑ってたけど、なんか溶け込むのうめえな。危ない、こっちで。ああ、たけしを穴から無事救出、みんなで駆けつけ助けたよ。よかったよかった、助かって嬉しかったのに泣いちゃうなんて不思議だな。鼻水も出てたんだ。こっちかな。そしてもう一枚、天体観測、星座の話を聞いたんだ、空にあふれる星たちの不思議な話は面白い。天体マニアの娘ってどこの星のことだっけ。どうしようか。よし、新しい武者になるね。そして光の話も聞こうか。光、ここでお姉ちゃんと陽兄ちゃんを監視してるんだ。監視してるんだ。なんだそれ。ねえ、あ、占い聞けるね。じゃあ一通り聞こう。まあ被ってる部分もあると思うけど、はい、裏山のホラーな。まだ行くか。オッケーオッケー、ホラーなね、はい、そして2つ目、狼じじい、これも毎日言ってるからね。オッケーオッケー。2つか、この。そして3番と6番はどうだろう。お風呂場、晩ご飯の後にお風呂場だってさ、また誰かと入れるのかな。そして6番、昼間の海岸、これは海で誰かが遊んでんのかな。まあ海に行くのはやすこちゃんとか光だよね。じゃあまた。OK。さてさて、これで今日の、予定は一通り完了かな。あとは民宿の2階の人に話しかけたり、おじちゃんに話しかけたりって感じかな。よいしょ。おじちゃんどう？間違えた。そうだ、ついでにキッチンがあるね。そういえば寝てるな、寝てるわ、うん、特に何もないかな。ほんま前調べたね。そうそう、キッチンを調べたい、その希望あり。
ここに胡椒というか、まあ、魔法の粉ここにあるんじゃない。あ、食器棚に調味料入れが置いてある。ここから胡椒を借りますか。借ります。しばらくの間胡椒を借りることにした。よし、日記も書けるね。まあ書くのは後でいいかな。とりあえず時間だけ見ておきたい。まだ9時にもなってないね。じゃあ民宿に行っても大丈夫なんじゃないかな。お、揃ってるね、珍しい小学生。あ、でも前と一緒か。何も言っちゃダメと。子供の頃夜の暗闇が怖かったんだ。うん、僕も。大人になってさすがにそれほど怖くはなくなったけど。あれ、でもいつから怖くなくなったんだろう。夜の海が怖いわ。そこ見えない感じというか、奥行きが消える感じというか。子供の頃怖かった夜の暗闇、あそこには一体何があったんだろうね。深い深い闇そして3号室。3号室は、あ、まあいつも通りというか、まあ、まだ来て2日目だけど。おじちゃん、またお酒飲んでるの。ちょっとな。スレリー坊や、お前はここの家の子か。違うよ、僕はお母さんが赤ちゃんを産むから夏休みだけここにいるんだ。お母さんが臨月か。それは大変だな。うちの母親は去年から病気になってるらしい。大丈夫なの。まあほっといてもすぐに死んでしまうわけではないし、手術したら簡単に治るそうだ。お金はちょっとかかるけど、まあしょうがない。うちの母親はもう80を過ぎたけど、おじちゃん、いつまでも健康で長生きしてほしいと思ってるんだ。母親思いだね。心根は優しいってお母さんが言ってたけど、まさにそれだね。そしてたけし、しげる、問題児やんちゃがちょっと過ぎたよな。さすがにあの洞窟はやっぱ危ないよ。めっちゃ反省してる。さすがにめっちゃ反省してるな、でもこれで痛い目見て覚えたんじゃないかな。ちょっと無茶しすぎちゃった。落ち込んでるね。母ちゃんまだ怒ってた。確認してくるか。まずお父ちゃんも見たいね。あれ、いない。え、お父ちゃんがここにいないパターンは珍しい。あ、そこにいるか。なんか考え事してるね今日は。僕くんもお父さんお母さんが心配するようなことやっちゃダメよ。勇敢なのと無茶なことをするのと違うんですからね。わかりましたか。ここで家と答えるわけにもいかない。わかりました、身をもってわかりました。おばちゃんと約束だよ。今日晩ご飯ってどうだったんだろう。一瞬しか見えなかった。今日の晩ご飯は栄養満点のシーフードカレーとカレーかアジの唐揚げでした。肩たたきは、よしよし、やるやる。多分今日は体力的にというよりは気疲れがすごいだろうな。うまい。なんてスムーズなんだ今日は。よし、おだちん。オッケー。そしてこれもう一回話しかけたらどうなんだろう。僕くんにちょっと叩いてもらったら。あ、よかったよかった。ずいぶん楽になったな。そしてお父ちゃんどう。俺高いところがどうしても嫌いで大工を辞めたんだよ。でもさっきたけしを助けに穴に降りてったら必死だったせいか全然平気でやんな。ねえ、この家の渡り廊下は高いところにあるけど、あれは平気なの。今まではちょっと怖かったんだけど
さっき通ったらなんともねえんでやんの。克服したんだね。じゃあ火事場のバカ力というか、日記書こう。振るとくしゃみが出る魔法の粉を見つけたよ。意外なことにこれが正解。胡椒は魔法の粉みたい。中身は全然違うけど砂時計にも似てるよね。確かにちょっと似てる。これを、あの姉妹まだいるかな。それが心配。おお、なんか僕くん画力上がったな。すごいね。何、広角レンズというかさ、地球の丸みが出てるよ。おじちゃんの病気が治ったよ。高いところが嫌いだったんだ。高いところが嫌いな病気だと、便所も穴も怖かった。便所も穴もボットン便所的な。こっちにしようかな。一回話しかけよう。この年でいきなり高所恐怖症が治ってももう大工の仕事には戻れねえだろうけどな。うん、そっか。いやでも家でなんかいろいろ作れそうだけどね。そして時間は10時。まだまだ動けるね。花火があります。遊びますか。いや今はいいわ。なんか今しんみりしてるしね。突然花火もちょっとどうかって。そしてつみれちゃん、調節が進んだっつってたね。じゃあちょっと勝手にやっちゃおうぜ。はい、あ、進んだね。7つの宿題を解いたよ。こっちか。7つの宿題を解いたよ。意外なことにパンダの黒と白くんは勉強が得意です。ある日家庭教師のアルバイトをすることになった黒と白くんは美人姉妹が住んでいる大きなお屋敷に行きました。意外なことに姉がシマウマ、妹がシロクマ。姉妹から7つの宿題を解くことを頼まれた黒と白くんは頑張って頑張って宿題を解きました。美人姉妹は大喜び。でも帰り際アルバイト代を受け取った黒と白くんは大仰天のびっくりです。意外なことに姉が牧草、妹がアザラシの生肉。こんなアルバイト代は嫌だよ。笹の葉しか食べられない黒と白くんはがっかりです。彼はこの日初めて女性の怖さを知りました。なるほど。さあこれで宿題終わりか。じゃああの姉妹はもう出てこないのかな。ちょっと気になるとこではあるけど、時間がかなりいい感じだから今日は昆虫採集セットをちょっと触って終わりかな。11時になってないよね。 OKOK、 余裕ある余裕ある。まあ小学生って11時まで起きたらかなり頑張ってるよね。普通9時とかに寝るよね。まあだんだん伸びていくもんだけどさ。さて新しく捕まえた虫は結構いた気がするな。やべえやばい、紙機能に気づいた。これさ、選択してこのピンセットで並び替えてると、最終日、種類、サイズ、価値、元の順番で変えられる。で価値で並び替えると星ついてるやつとかコカマキリとかカブトムシとかが左上に来てすげえわかりやすい。でもっと言うとこれで最終日にすれば、要するにここら辺に来てるやつはニューの可能性が高いわけじゃん。すげえわかりやすい。これ神機能だわこれがあればかなり楽だね。今後活用していきたいということで、201匹中95匹まで集まりました。うん、まあ100は超えたいね。っていうか、まあ手持ちにいる、まだやってないやつもいると思うから、100はいくと思うんだけど、まあ、できるだけいっぱい捕まえたいね。よし、じゃあ、寝よう、今日は。今日はいろいろあったね。
明日はまあ虫相撲勝ちたいな明日。それが気になるね。よし、おやすみ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。